ね、9つのチームがあるんです。さあその中でもですね、まず最初に登場していただきますチーム、まずですねご準備よろしくお願いいたします。ではここからはですね、鳴海商工会商業チームの大坪さんにマイクをバトンタッチして進めていきます。では大坪さんよろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。本当にね、今日はいい天気になりました。ミドリックス50周年感動夢祭りステージ、ド祭りバージョン。それでは早速進めてまいりたいと思います。はじめの団体はミーティアさんです。私たちミーティアは2011年に結成し、今年で3年目となります。メンバー構成はミドリック以外にも名古屋市内以外、県外からも参加者がいたりと広い範囲で活動しております。チーム名ミーティアは愛知で出会った仲間と新しい文化を作るという思いを込めており、普通に暮らすだけでは決して出会うことのない人とこの踊りを通じて出会い、そして一つの踊りを作り、ミドリック、名古屋、愛知、日本、そして世界に向けた文化を築き上げているチームを目指して日々全力で楽しんでおります。今年のど真ん中祭りにも攻め込み盛り上げていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。それでは踊らせていただきます。これより語るは尾張名古屋の英雄伝。
ました。はい、どうもありがとうございました。ミーティアの皆様でした。